ハイチュウファンの皆さん、リオです。やっと帰れますよ。なんやかんやで楽しい無人島でしたけど、いざ帰れると思うと、1秒でも早くお家でお風呂に入って仮眠したいものですね。そうは言っても、なかなか都会ではできない経験が多かったので、今後の人生の糧にできたらなって思います。また一つ人として成長できたような気がします。では、無人島最後の動画、ご覧ください。はい、ということで、2日目の朝、曇っております。曇ってるけど、まあ朝寒かったけど今もう慣れたな。いや本当朝起きた瞬間マジやばかったっすね。ガチガチだったけど、でもまあ本当にあの昨日は天気に恵まれて、いい映像が撮れたんじゃないでしょうか、はいはい、まあトラブルというかアクシデントもありつつも、まあここ田島さんとインストラクターの若さんのおかげで楽しい無人島の一日が、まあ、ちょっと寒かったですけど遅れたんじゃないかなと。じゃあ船の方に向かいましょうか。はい、ワンちゃんとお別れだ。お別れですね。ただ残念なことにお見送りには来てくれてません。疲れたファンサービス多かったな。確かに。おお、一匹。ということで。約5時間の船の旅を終えてめちゃめちゃ潮風浴びまくって髪もパサパサですね。そうですね。ということでじゃあ温泉に行っちゃいますか。行こう。じゃあ温泉に向かってレッツラゴー。目的地周辺です。フロフロー風呂浴びて、一服中でございます。いやまでお風呂に入れるっていいな。ありがたみを感じますね。感じた。まあ罰ゲーム長い旅でしたけれども、はい、いよいよ空港に向かって東京に帰るとマジでよかった。いや楽しかったんだけど、はい、帰れるとなるとね、やっぱまあそれもそれで嬉しいよな。まあそうですね、うん、まあ我らのホームの方に帰りたいと思います。そうですね、帰ります。うん、うん、もうすぐ空港ですね。だぜ、家の布団が恋しい。まあ確かに、帰ったらしっかり寝るんだ。電話が一番そうそう、あの文明堂のなんか文明堂だっけ、うん、いやそうわかんないけど、あの発祥の地らしいんで。そうだよね、長崎ね。まあそこはなんか偉人堂って書いてあるけど、電話は2番、3時のおやつは文明とカステラ1番このまま滑走路行っちゃう。あ逆にね、そのまま帰ろうよ。もう飛んじゃう、うん、お、すごい、めっちゃすごい。長崎って書いてある。これ映んのかなカメラに。ねえ、あ、ギリギリ映ってるっぽい。長崎ってこう芝みたいなの買って、返却場所ってどこでしたっけ。ここら辺。あれ、あれテイカさんじゃないですか。やってる、マジでやってんじゃん。あれあれテイカさんじゃないですか。なんでいるんすか。リョーガに呼び出されてきました。え、ちょっととりあえず乗ります。わかりました。反対側からしか乗れないですけど。ちょっと嫌だけど偶然ですね。いやもうおかしいと思ってたんですよ、移動が別々だから。なんなんだよ。
はい、ということで一旦じゃあ安全が悪いいやいや、なんかさっきそうや LINE 来てましたけど、はい、あ撮影してたんでまだ開けてないんですよね。はいはい、ちょっとじゃあ安全なところに移動してから一回ちょっと涼河さんから来た LINE をちょっと確認します。わかりました。リオ何疲れてんだよ。え今日これからだぞ。まあそんなんじゃ持たねえぞ今日。今だって帰るやつだ多分。いや結構ね壮絶な戦いだったんですよね。帰る予定だった。いや今帰ろうと思ってレンタカーの返却場所を探してたんですよ。あなるほど。返却するってここさ多分今通るんだけど、はいはい、めちゃくちゃ綺麗な橋渡ってきたのよ。もう最終回完全にラルクが流れちゃうね俺の心の中。帰れる予定で俺に会えたのになんでそんなテンション。なんかさ遠目でもう俺一瞬で分かっちゃったんだサングラスかけてる。そうこのテンション上がった上がって一瞬で落ちちゃったなんか始まるんだろうなっていうのは予感はするからさ。そんなん察しがつきました。楽しみ。どうもオカルト研究会リオです。リオには何も言ってなかったと思うんだけどビッグサプライズって感じです。まあとりあえず無人島お疲れ様でした。で今回ね、まあ、テーガにはね俺が行くって言ってたんだけどもうこれ聞いてるってことはさちょリピート合流してると思うんで分かると思うんですけど俺なんとちょっとさそっち行けなくなっちゃってもう今からパリ飛ばなきゃいけないから。で2人ともさ部員だから心霊スポットに行ってほしくて、まあ本当はねやっぱ俺が行ってちゃんと仕切りたかったよ。仕切りたかったんだけどでもまあ用事あるからパリコレの方でパリジェンヌとかまあこれもねきっといい鍛錬になるから。で場所はもうチョリピーに伝えてますんでチョリピーと一緒に行ってもらってって感じで。あごめん俺もうちょっと忙しいからさ。うんそうそう行かなきゃいけないから。じゃあそんな感じでまた。ということで涼河さんからの LINE にはビデオレターがついてましたけれども、はい、なんかそういうことみたいですね。はい、なるほどね。まあ、一匹残らず成仏させてやりましょう。はい、まあ、今回の無人島ツアーからちょっと使ってる合言葉ですけど、うん、みんなで一緒にいいですか。よし、せーの、頑張れ日本。一緒に合言葉教えてよ。取れ高取れ高。言ってねえだろ。言ってねえだろそれ。あないのないのこれ。じゃあ行ってみましょう。よし、じゃあリオさん運転お願いします。取れ高取れ高。行っちゃって。今私テイカがやっとの思いで発見しました。見てください俺が発見しました。おそらくあれだと思われます。今僕が発見しました。僕が発見しなかったら素通りすることになってたんですけど。危なかったね。ちゃんと見てたんで僕が発見しました。で結構怖いよ。怖いっすね。結構ガチです。ガチ寄りのガチですね。ここ滑ってさーって行く。まあそれかマント使ってひらひら行くかね。飛んで入り口をじゃあ探して行きましょう。行きたいと思います。はい、ということでちょっと行き方がすごい複雑で、たまたまちょっと通りかかった地元の方に、案内してもらいまして今着きました。こちらですね。いやなんかすごいよ。なんかこれだけなんか上から見てるのとまたちょっと違う。普通に怖いですね。暗くなったら怖いから行こう。そうですね、早く行きましょう。やだよ俺コウモリとか出てくるの。いやコウモリだったらまだいいでしょ。なし。なんもない。ちっちゃだって外です。え？自分の奥。じゃあ向かいは手がある。
勇敢ですね、リオは。勇敢ですね。下穴開いてるんで気をつけてください、ね、あれかな、無人島行って一回り。ああ、でかくなって帰ってきた。見てください、あの男、一番早めに出口に行こうとしてます。一番早く逃げられるようにしてます、彼は。うわうわ、結構やかも。ここに多分いたんじゃない。おー、なるほど。曇ったガラス無理なんで、 NG なので。ああ、ここで魚見れた。なるほど。僕も無理なんで、ちょっとこれはこれはやめ、上行ってみてるけど。うわ、大気はすごいけど物はない。もうまあ気をつけていこう。定価の一人検証とかしてみる。来いよ。いや来いよ。わ。結構なんか雰囲気あれかも。帰るとかやめてね。なんか割れてて、さっきのガラスみたいなのが中が見えます。特にでもそんな、なんか一応岩肌みたいなの割られてるっしょ。かっこいい。じゃあ次の撮影はここで。じゃあ、テイカ行ってみよっか。オッケー。ここが。マジでやめろ。今のは早くない。いや、笑い袋だよ。やっぱ俺たちは笑いが大事なんだから。こういうのやっぱありがちよな。壁に描いちゃったりしてさ。まあでもなんかスリルは味わいましたね。そうかな、肝試しみたいな。全然そんな感じ。そんな感じなかったですか。止まれるな。はい、ということで、はい、初めてのロケでしたけれども、うん、今回じゃあ無事ミッションコンプリートということで。うわ、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 じゃあそんな感じで以上廃墟でした。ありがとうございます。Dizzy, dizzy, 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 dizz